ホールアースステーション FM 心、大阪南森町ホールアーススタジオから尾上さと子がお送りしているヒッツビル765。さて皆さんお待たせしました。この時間のゲスト、スターダストレビュー根本かなめさんです。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします、はい、ありがとうございます、はい、来ていただいて。いえいえ、もう楽しみしておりました、ね、ここ初対面 の、うん、あの方にどんな印象の人間なんですかね、自分っていうのは。僕は自分のことしかわからないけども、優しいイメージじゃないです ですか。接するときにできるだけ、あの僕はあのこうインタビューされる側なんですけど、お話を聞きたいなと思って あの番組に出ることが多いんです僕はね。じゃあなんかこう自分の言葉、もちろんゲストに出てるんだからお前話せよっていうのがあるんですけど、なんかそれってどうなんだろうって。会話ね、大事にしたいから、だから今日もたくさん喋ると思いますけども、お話聞いてくださる、迷惑のないように。いえ、とんでもないです、はい、楽しみにしてました。あと、あの去年の年の瀬に、うんうん、菅さんと馬場さんの、馬場俊秀さんの配信シリーズの、はい、要さんゲストで出演されていた、はい、クイズギター博物館へようこそ、はいはい、ご覧になったんですか。あれね、私ね、実はあの馬場さんの母の声っていう、はい、コントの冒頭のね、ああそうだったんだあのね、生でご一緒できませんでしたけど、はいはい、ありがとうございます。一応の共演ありがとうございますいやもうね、まあ、僕カンちゃんとはね、はい、あのかつては同じ事務所だったこともあって、すごく仲良くさせていただいてるんですけど、まあ僕ら音楽をね、基本的にはこう、はい、基本的にはって当たり前のことですけど、音楽やってる人間なんですけど、はい、できるだけやっぱお客さんにもね、その音楽とか僕たちの人となりっていうんですかね、そういうものも楽しんでいただこうと。ただまあ人となりを表現するのに、普通にね、ただ60過ぎたおっさんじゃ面白くないんで、いろんな企画を感じて考えるわけです。まあ僕らただそれに乗ってるだけでね、まあ毎年風のハミングもね、やらせていただいてますけども、それの企画もやっぱほとんど感じて任せなんですけど、まあ毎回ね、楽しみにしてて、ギター博物館の時でね、馬場くんが、シェフを辞めて音楽になるんです。衝撃的でしたよ ね歌手としてっていうね、はい、流れがありました。でもものすごい数のギターがね、はいはい、お家から持ってこられた。そうですね、倉庫とかにもいろいろ置いてあって、家の中には、僕の部屋の中に10本ぐらいと、あとマンションの倉庫にやっぱり10本ぐらいと、あと高校にあと何どれくらいなんだろうね、わかんないけど30本40本ぐらい集まりましたね、まあ、それがこうスタジオにもうなんかね並べられて。そうでした、楽器屋さんのように。皆さんすごかったですけどね、はい、でも本当に僕ら音楽やる者にとって、まあ、もちろん楽器弾かないね方もいらっしゃいますけども、ね、楽器ってね楽しいんですよ、うん、見てても楽しいし、もちろん弾いても楽しいしね、それに囲まれてるだけでなんか空気が伝わってくるというかね、そう、弾かなくてもちょっとこう憧れを、持ちました ね僕も久しぶりに見て、あ、こんなのあったなっていう、そう、なんか一つ一つのエピソードがね、またなんか昔の、はい旅に行った時の。そうなんですよ、ね、ベトナムで買ってきたギターがね、わけわかんないギターでね、ね、1万いくらぐらい、違うね、いくらだったんだけど、なんかドンでしたよね。そうそう、うん、めちゃくちゃ100万ドンかな、めちゃくちゃ安かったんですけど はい、ね、そんななんかエピソードも語ってくださって、はい、ソングライティングのお話もされてたんですけど、かなめさんギターを使って曲を作る、うん、僕はほとんどギターです、ね、昔はよくピアノの前に座るとギターでは弾けない和音が出るんですよ。だから本当にいわゆる音の構成も分からずに指をボーンと置いてみた時に発想できるなんかコードがあるわけですよ、でそこからとっかかりになって作っていく。曲を作るときって最初のイメージが大事で、まあこれいろいろ人にもよると思うんですけども、うん、僕はそのよく降りてくるっていうけど、うん、絞り出す感じ、絞り出す、うん、なんか感じるまでこう音をガーッと自分の中で見つけて、そこからあこれかもって言って見つけて、でその絞り出したものがこれって誰々の何々っぽいよねって、うん、自分の頭の中で想像して、うん、そういう曲できないかなイメージが、うん、大抵のミュージシャンってやっぱりモノマネですから、本当に好きなアーティストに近づきたくて僕は音を作ってる人たちほとんどだと思うんですね。リスペクトがね、うん、最初の始まりだったり、ね、そうですね、だからそういう風に僕も曲を作ってます。今はもうほとんどなんかギターでね奏でながら鼻歌のように作っていくと思います。最高で、そこも覗いてみたい感じがしますけど
さて、スターダストレビュー、はい、今日、明日とオリックス劇場でライブですね。うん、はい、今日もこれからですけどね。ねまさにですね、はい、今も楽しみにされているリスナーさんもたくさんいらっしゃいますけど、40周年の記念のライブツアー、はい、年中模索、うん、しばらくはコール&ノーレスポンスでっていう、はい。これ去年のね、1月から始めたんですけど、まあコロナが何者かわからない状態の中で始めてね、とにかくまあ声は出せない、マスクはしたままっていう状態だったんで、うん、これはお客さんといつものこうな、例えばうちの曲をみんなで歌ってもらって盛り上がろうとかってことでできないというところで、うん、あえてこうストーリーを考えてですね、うん、オリックス劇場が、そしてこの大阪が、うん、日本が、はい、地球が謎のエイリアン、ボーダーですね、侵略されてしまって人々が声を出せなくなってしまったという設定の中で、僕らは、そのボーダーに戦いを挑みに行くという設定なんですね。まあ一応お芝居なんで、うん、まあお芝居してもそんな大したもんじゃないですけど、一応僕らが勝つことになって、うん、お客さんと一緒に、お客さんが乗組員となって、僕らと一緒に戦いを挑むんですけど、その武器は音楽と拍手と。ああ、なるほど、はい。もう声が出ないから、拍手で。この拍手がね、うん、メーターがあってですね、ちゃんと上がってくんですよ、ね。それによってエイリアンを叩きつけて。いや、すごい。もうちょっと力入りますね、お客さんの方もね。そうなんです。いつも以上にね、大きな拍手をいただいてるのがありがたいですね。そうですね。また違った、こう、一体感っていうか、はい、これまでの一体感とはまた違った感動もありそうですね。やっぱり、今の時期に来てくださる方って、やっぱりその感染対策とかっていうの一番気になさると思うんですよね。だから、本当にありがたいことに皆さんルールも持っていただいて、はい、おかげさまでね、この90何公演、感染者の報告もなくね、なんとか回れてるんですけど、まあ音楽業界自体がね、うん、今本当に気使って、うん、やっぱね、お客さんね、来てくれないんですよ、今。正直。まだなんか安心感がないのかね。でも僕らとしてはもう万全にね、お迎えしようとしてるんで。まあ、できればね、条件が許す方であれば、ゆっくりね。音楽、たまには音楽楽しんでくださいよ、ね、本当に。本当ですね。またちょっと前の感覚っていうかね、うん、感動して心満たされて、ね、また新しい生活頑張ってほしいですし、ね、はい、僕らが思うに、これよくミュージシャンたちと話すんですけど、例えば私は誰々のファンとか、私絶対行きたいっていう人は、うん、来てくださるわけです。うん、なんとかこういう状態でも自分のコンディションとか状況を考えながらね。はい、ただ、なんとなく行ってみようかなとか、うんうん、近くに来たんだったらちょっと見てみるか、的な人は、まず来なくなるんだよね。だからまずやっぱ、そういう音楽に限らずだけど、そういう、なんだろうね、僕らみたいなエンタメとか、あとは美術館とか映画館もそうですけど、うん、ここの、なんていうの、集客がすごく落ちてるんで、うん、まあこれはね、回復するまで時間かかるかもしれないけど、まず僕らミュージシャンがね、とにかく、決して危険な場所じゃないライブ会場はね、そういうことをやっぱりみんなにしたいと思います。そうですね、万全にしてくださっているので、はい、ね、安心して皆さんも音楽をね、楽しんでいただきたいと思います。はい、そうですね。よかったらね、今日も明日もやってますね。本当ですね。やっていただけたらと思います。はい、じゃあちょっとライブの気分も上げるために一曲ここでご紹介いただきますか。はいはい、じゃあもう本当にコロナ禍ならね、僕らもですね、そんな思いの丈をもうまっすぐに作った曲で、やっぱり会いたいよという曲を聴いてください。新しい世界が始まる、抱き合おう、キスしよう、君と距離を測りながら、手もつなげずに言葉も交わせず、それでも溢れる想いはマスクからこぼれ落ちた。
をしていた日々。笑い合っていた友達さえアクリル板に遮られて、こんなに辛いなんて知らなかったよ。僕の世界はずっと君と回ってた。FM 心ヒッツビル765、この時間はスターダストレビュー根本かなめさんにご出演いただきます、はい、引き続きよろしくお願いいたします、はい、先ほどはライブの話になりまして、はい、今日明日とオリックス劇場でライブチケット発売中です。はい、そうです、ありがとうございます。いやいや、もう本当に精力的にいろんなところ回られて、まあね、本当にライブ好きっていうかね、いや本当、まあミュージシャンにはね、二通りで、それこそスタジオにこもって、はい、自分の目指す音を作るというね、はい、そのいわゆる音楽家、全芸術家タイプの人もいると思うんですけど、はい、僕はやっぱりお客さんと楽しみたくてね、うんうんうん、今まで2600回ぐらいスタートするライブやってますけど、すごいですよね、まあ、お客さんいてくれてこそのものですね、これはね、本当に。いやもう一つ一つがファンの皆さんにとっても特別な思い出になってるでしょうしね。まあ、ね、考えてくれたら嬉しいですけど、まあ、僕らやりたくてやってるだけですから、ね、いや、やっぱ楽しいですか？楽しい、疲れたことないんだから。疲れたことない。ライブやって。よく、ほら、みんなもう、ああ、もう疲れたって言って楽屋戻ってくる、うん。もう僕、本当にアンコールの度に、ああ、もう今日終わりだと思って帰ってくるので、寂しいぐらいな感じですか？そうですね。とかね、もう、もう1、2曲できるんだけど、うん、みんな見てるともうこれが限界かお客さんも疲れてくるしね。僕はもう好きなことをやって、歌って喋ってるだけだからいいけど、しかもたっぷりねされてますしね。そうですね、僕ら3時間、今3時間ちょっとやってますかね、はい、私以前NHK のサラメシっていう、はい、お昼ご飯を見、はい、覗きましょうみたいな、うちのバカショーのカレーを作っててさんがね、取材してました。美味しそうで、ああいうのもやっぱり皆さんのエネルギーに。そうだね、やっぱり僕らって、まあ、ステージ上にいるのは6人だけど、はい、それこそ周りに20人30人とですね、毎回ツアーで、はい、回ってくれる人間がいて、その人たちの気遣いとかね、バックアップはもう半端じゃないから、いつも僕らはいつも安心してステージに立てるっていうかね、そういう人たちになんか振る舞おうって言って、うちのパーカッションは料理得意なんで、カレー作り、すごい美味しそうでした。なんかちょっとタイ、はい、タイ風みたいな。そうですね、本当うまいですよ。だから僕はもうミュージシャン辞めて店出せってずっと言ってるんですけどそっちの方が才能あるやつ。いやいや、そうやってお一人お一人もうメンバーと、そして、ね、スタッフ、はい、いろんな方々、いろんなたくさんの人が関わってライブが出来上がって、はい、今年の東京公演も彼が作ってきてくれた、うん、あ、本当ですか。僕ポークカレーが好きなんで、うん、ポークカレーにしてくれっていうリクエスト。今年はいまいちでした、ね、あ、そうなんです、ね、
お前やっぱりタイカレーの方がうまい、ね、最高ですね、あれね、もう美味しそうだなと思ってね、という、はい、なんかいろんなまあエネルギー源があるみたいですけれども、さて5月25日に、うん、マウント富士楽園音楽祭2021、はい、40th anniversary スターダストレビューシングルズ62 in ステラシアターブルーレイと DVD& ライブ CD が発売となります、はい、僕らはね基本的にライブの度にツアーの度に、それを映像として、そしてまた音源として残しておこうということで、はい、今回はあの富士山の、麓にあります河口湖のステラシアターで、また奇跡的にですね晴れて、そこからですね富士山見えるんです、わ最高ですね、あのお客さんはあの僕ら越しにね、そんな富士山の映像もご覧になられますしね、で、まあ、せっかくだったらあの音源でも聞きたいという方は結構いらっしゃったんで、ライブ CD も、はい、これはね、まあ、ある意味ね映像を作るために収録してるんで、あの CD の方はですね絞りかすみたいなもんだと、だからもうこれね1000円で売ろうって言って10何曲13曲くらい入ってんじゃないですか、ライブね1000円でお得、はい、そうなんです一応代表曲入れてます、今回は特にシングル曲だけなんです、そうですね40周年なんで、まあシングル曲だけで構成してみようという、はい、全部で、僕ら63曲、うん、この収録時点では62曲だったんですけど、この中から20数曲を演奏します、シングルはあ、じゃあ CD は13曲かな、はい、ってますけど、あの爆笑の副音声のそうです、映像はね毎回あの副音声っていうのがあって、それを見ながらみんなで喋ってるんですけど、ほぼ 100% 脱線そして6月にもライブがあって、6月11日土曜日、はい、大阪城ホール、はい、スタレビ40周年東西合わせて108曲煩悩ライブで、僕らって40年もやってると300曲以上あるわけですよ、1回のライブでできるのって大体20数曲なんですよね、で今パーンとすぐやれそうな曲が100曲くらいあったんですよね、で、じゃあそれ全部やってみるかというところだったんで、まあそれだとお客さんも大変だから、東京と大阪に分けて58曲ずつ、6月4日の埼玉のスーパーアリーナが58曲、6月11日の大阪城ホールが58曲、足して116曲なんですけど、その8曲はですね同じ曲やるんで、なるほど、かぶってるからっていう、はい、8曲だけは、でも8曲だけなんですね、全然違いますね、そしたら埼玉と、なんか構成は全く、ね、構成は基本だね、あのなんでかというと、バンドの中には似た曲があるんです、はいはい、だからそれを東京とか埼玉と大阪に振り分けて、似た曲はこう分け、だから全体的な雰囲気は、あの同じになる曲ってあるんですけどね、そっか、そのバラードだったり、そうそうそう、ね、だからここはバラードこうなって、は何曲もやりたいバラードがあるから、じゃあこれはこんな感じでっていう、これはノリ曲って言ったらやっぱりこのね、埼玉と大阪と、ね、うん、分けてやるっていう、ムードは楽しみつつ皆さん、そうですね、全部で6時間ぐらいだと思うんです、でアーカイブにしてますんで、あの配信ももちろんあるし、で配信付きのチケットも売ってたりするんです、はい、であのだから例えば大阪城を見て埼玉は行けないよっていう人は配信で見ることもできるし、はいはい、両方配信っていうのもできたりするし、はい、もちろん両方ご覧になることもあるし、で6時間ライブなんでアーカイブもあるから、6時間ですもんね、前も6時間超えてましたよね、はい、前6時間すごい7時間ぐらいやってますよねいやでもだから反応、ね、楽しいですよね、いやあとなんか展示もあるっていうか、あ、そうです、あのね、埼玉、僕ら埼玉生まれなんで、うん、埼玉おっさん展っていうですね、はい、物産展ならぬおっさん展っていうのを作って衣装とか、それまでのなんか歴史とか、はい、僕らの小道具みたいなやつをそこでお見せしようという、はい、まあだから一日なんとなくねスタレビを楽しんでもらえるように、本当ですね、ロビーとかも使っていろいろ構成してますけど、うん、もうだスタダストレミを学園祭文化祭、ね、そんな感じで、うん、まあ日がな楽しんでいただけたらなと思う、もう歴史丸ごと詰まった展示も ね、見て楽しんで、いろんな入場するだけで面白いものももらえたりするんで、ぜひ、そうなんですか、はい、いや楽しみですね、チケット発売中ということ で、ね、はい、6月の4日は6月11日が大阪城ホールになりますの で、はい、よかったらねご覧になっていただけたらと思います、お聞きください、そしていよいよ
こちらの最後にお話を伺っておきたいんですけども、うん、4月29日うつぼ公園センターコート特設会場での、はい、うつぼ公園ミュージックフェスタ FM 心、はい、風のハミング、はいね、お願いします。去年はね配信だったから今年はねもうとにかくお客さんいてくれるっていうだけでねみんなのテンション上がってますし、で、トータス松本くんがゲストということでね、はいはい、もう今もリハーサルやってますけど、いやもうリハからね楽しい。あ、どんな感じでした、うん、リハーサル。あのね、まあいろいろまた凝ったことはやりますけど、はい、まあなんていうんですかね、去年は配信だったんで、はい、配信っていろんな著作権の部分で、いわゆる洋楽とか許可が下りない曲が演奏できないんですよね。それがなくなったんで、もう好きな曲やるので、うんうん、お互いの趣味の曲を持ってきながら、それから当然ね、トータス君にも入って僕らの曲やってもらったり、僕らがトータス君やったりとか、もうそういうコラボ満載ですので、そうですね、はい、今年もたっぷり楽しんでます。カンさんの方はいかがですか？カンさんの方は、まあ、ややこしいものはみんなカンちゃんが作ってくれるんですけど、いや今年の企画も素晴らしいと思います。本当ですか？はい、通して、ゆっくりそれこそ、ババ君もカンちゃんもトータス君もスタレビも一個一個も楽しめるし、はい、このコラボとかのね、そしてまためったにとか初めてやるそういう企画曲もいっぱいあるんで、それも楽しんでもらえると思います、うつぼ公園ね、はい、来られる方楽しんでください。に楽しみましょう、はい、スターダストレビューカン、ババとシヒデ、トータス松本という出演になってます、はい、最後にもう一曲、うん、曲を紹介していただいて、はい、なかなかね心配事がたくさんあるし ね、もう本当にテレビ事になっちゃうけど、なかなかね、うん、その例えばウクライナとかね、なんで人間はこんなになっちゃうんだろうってね、この僕らに成長という言葉はないのかっていうぐらいね、今切ない状況でいるけども、とにかく争うことだけはね、なんとか収まってほしいな。だからもうみんな自分自身がよし俺は大丈夫ね、自分の中にちゃんとちっちゃい安心を持ってれば、そんな人といざこざを起こすようなこともないと思うん で、 そ, うです、ね、そんなねちょっと大きな意味を込めて、はい、あなたの心にちょっとでも響けばという思いで、君は大丈夫という曲を聴いてください。スターダストレビュー根本かなめさんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。「そんなだって」